はようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。8月16日火曜日の全国のお天気をお伝えします。低気圧や前線の影響で北日本では雨が降ります。特に北海道の太平洋側や青森県や秋田県では激しい雨や大雨に警戒が必要です。これまでに降っている雨の量が多いところもありますので、最新の情報を確認し安全にお過ごしください。また前線が南下することで東北南部や西日本や東日本の日本海側でも雨が降り出します。激しい雨、強まる雨や雷雨となる恐れもありますので、こちらも注意が必要です。また西日本や東日本太平洋側も湿った空気が流れ込むことで所々で雨が降ります。局地的な強まる雨や雷雨にこちらもご注意ください。関東では晴れて気温が上がります。万全な熱中症対策が欠かせません。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。